サ門モンコ門ローは、台北市サ門町に立つ赤レンガ造りの建築物。公式には、この八角形の2階建ての建物を入り口とし、その背後に十字型の平屋の本体がコンバインした建築物及び、周辺広場で構成される一帯を包括して、サ門モンとしている。日本による、台湾統治の時代に、近藤十郎の設計で建設された、文脈上、 単純に功労とのみ表記されるケースもある。第三級古籍として認定されている歴史的建築物であるが若者の集まる西門町のランドマーク的な存在でもある。八角形部分は2016年8月22日より2017年9月11日までの予定で改修工事中。1939年の市場配置図門中の異物。 功労以前に存在した台北城サイモンの遺物と紹介する資料もあるが、付属の説明版によればサイモン市場の敷地への出入り口に設けられた門中の一つとのこと。最初に述べておくと、サイモン功労という呼び名は、古くからのものではない。1997年の戸籍登録の際にサイモンクレナイローとされた。建設当初はどういった存在だったのか、期限は日本による。 統治時代の20世紀初頭であった。交換伝えられるところによると、西門町のあたりは日本による埋め立てと区画整備が行われるまでは、無盾の湿地帯であり、しばしば死体が放置されているような場所であったという。都市開発仕様にもこのままでは、縁起が悪いので、八景をイメージした八角形の建物にしようという、案により八角形のプランが決められたそうである。 八角形平面を持つ集中型建築の八角堂からつながっているラテン十字平面を見せる建築物もその形の通りキリスト教の十字をイメージしたものとされている。1900年頃に自然発生した市場外に1908年竣工した八角堂はもともとは公衆衛生を管理するための施設として建設されたものであったが間もなく 公営市場へ転用された。公営の市場としては台湾で初の存在であった。市場の会場年代は、功労近くに一本だけ現存している、当時の門柱の遺物に付属している、説明版によれば1928年とされており、2箇所設けられた出入り口には、それぞれ2本の門柱が置かれて、他は功労をともども敷地全体を塀で囲われていたという。 当時の扱い品目は多岐にわたり、日用品、生鮮食料品及び各種雑貨を販売、さらには飲食店、写真や喫茶店も併設されていたという。この市場は新規外市場という名前であったが、八角形の特徴的な形状をもって八角堂とも呼ばれた。近所には稲荷神社も誕生された。1945年に、 第二次世界大戦が終結し日本人が台湾から撤収すると、この施設は国民党政府が接収して後、中国本土からの外省移民が借用し、功労劇場という名の劇場となった。この時の支配人は、陳慶文という上海出身の人物で、京劇、腰劇、話劇や愛声、さらには流行の音楽などを上演していた。1963年に、 この施設は映画館として転用され、功労議員略して功労と呼ばれるようになった。しかし1970年代から1990年代にかけては周容違法建築のバラックに囲まれパッと市内施設になり下がってしまっていた。その後は1994年の展示活動を契機に1997年には第三級戸籍として認定され復活することとなった。 2000年に発生した火災で、ラテン十字の部分が燃えてしまったが、同時に周囲の邪魔なバラックも整理された。映画館は1997年に廃業したが、2002年に神風車文教基金会による十字部分の修復とともに演劇が行われるようになった。2007年、管理は台北市文化基金会に関され、2008年には、 台北市都市景観大賞の歴史空間活性化賞を受賞した。現在はカフェ、劇場、ショップの複合施設として、また広場を利用したイベントスペースとしても活用されている。十字路いわゆる辰野式建築に分類される赤レンガ作りの建築で、竣工は1908年。公式には八角形平面を見せる、 入り口部分にあたる八角堂とそこから続くラテン十字型の十字楼で構成される建築、さらに周囲の広場を合わせてサイモンとしている。八角形の建物ばかりがクローズアップされがちであるが、公式には十字楼が本体とされている。戦術の通り、縁起を担いだ八角から着想したプランを持つ八角堂の外観は、 赤レンガの壁にコンクリート作りの帯が付されたもので、壁体を支えるバットレスも見られる。2階の各辺の窓は、半円アーチを持つ窓を中央に、左右は長方形の窓が配されている。屋根部分に張り出した明かり取りの窓は、下心アーチを持つ。現在の内部の利用形態を挙げると、八角堂の1階部分は、インフォメーションカウンター、カフェ、土産物屋があり、周囲には、 サイモンコー,ーが完成してから現在に至るまでの各時代の文物が展示されている。2階部分が劇場で映画、ライブ、演劇などに利用されている。高さ6メートルの天井は鉄骨むき出しで日本製の鉄骨が用いられたという。1997年に火災に遭い2002年に修復された十字路の外観は純粋な赤レンガ壁であり、これもバットレスを持つが、 白帯はない。内部は小さなショップが16件テナントとして入っている。これら2つの平面が一つになった形態を持って、このようなデザインはこれまでになく、その後も見ない東洋と西洋の建築史上で初めての創挙としている。駅からサイモン航路へ着くと、すぐの北側広場は土日になると市場が立ったり、記者会見やアイドルの新曲発表会といった各種の イベントで利用される。一方の南側広場は夜になると露天の飲み屋街になる。ゲーバー的な側面もあるという、MRT サイモン駅より徒歩1分。ありがとうございます。